Welcome to シルチャンネル。どうもシルです。最高。カジュアルカジュアルでチャチャっと。チャチャっと行きましょう。レジェンドを集めるぜ。別にレジェンドがいいってわけじゃないですけど、ただ10個を止めるのは大きいよね。後々考えるとね。なんそれレジェンドブック使ってみると思う。アイフィールド最高、勝手に防御してくれるから。いけ、サンドロップちゃん。取ってねえし。臭いんでベベベーしますよ。ジャスティス、インフィニティナインですね。圧倒的。よいしょ。バチュさっき来ましたね。ノーベルちゃん、ちげえな。ウィングゼロ。終わってないわ。終わってないわ。壊れた。ケンパーじゃないですか。見抜け。
よいしょ、いいね。さらば。ブスの時間長くなっていいっすね。4万とかになるともっと早いわけでしょ。あれ使うの忘れちゃった。覚醒スキル、あんま火力出ねえな。ドラゴン、マーチン殴られた。こけてる相手に当たんね。アイフィールドいいね。これ縦の武器ですね、ユニコーンの。めんどくせえから。カットできません。ウルトロンガンの知らねえな。超便利本当。アイフィールド。こいつかな。サーフェットマン。当たってない。意外とね、当てづらいんですあれ。判定してまいる。お、来た来た。あ、ピキだ。ジオンですね。で、ノーベル。もう一匹が。これで。あれれれれれれ。逃がさないよ。
頭がなくなってるからね、わけわかんない動きしてるんですよ。あ、スキルよりチャージショットの方が強いじゃん。あ、この中途半端の高低差やめて。このゲーム、このゲームの中途半端の高低差は非常に良くない。オッケー、ネクストネクスト。レアリティは、ああ、レアなパーツを固定して好きなパーツのレアリティを上げることもできる。一度に一回しかない。よいしょ。めん、出てくれてくれ。マジでいいのかっていうぐらい。お、終わりだ。意外だよね、トールギュース。あー、入っちゃった。これは出ちゃったよ。ポポポ。苦しいから。もう2体死んだからね。今のワンコンで。終了。安定ですね、このデッキ。安定だと思います。ランク上がった。スインビームトライデント、アルトロンガンダム、あれか。おー、ハイパーメガ、ハイメガ、あー、ハイメガ出ましたか。ロングライフル扱いなんだ。装備してレア出ねえか。ジョス、意外とサクッときますね、やっぱ。いやー、あの回転がやばいもん。ちょっとおかしいダメージ出るから。で、若干敵が硬くなってきてるかなっていう気はします。まあ、ガンガン今のうちに進めて後で見直すっていうのがいいんで、今は進めちゃいます。射撃爆裂範囲、リアリティ昇格。いや、こんなにやめて。
同じのだってリアリティがあるのか、ちょっと試してみましょうか。どうでもいいので、例えばジャイバーズ同士で、いやーやめし、やっちまった、装備しちゃった、そうすると大変なことになるんだこれ。例えばね、ジャイバーズ、まあ、ジャイバーズ同士で、あれ変わらない。じゃあ例えばですね、ハチミコ、いや、なんかどうでもいいんねえかな、意外とどうでもいいあんこもんねえな意外とどうでもいいあんこもんねえな。まあいいんですけど、 GN スナイパー、まあいいじゃんこれで。じゃあGN スナイパーライフルの、例えばレアにしたいんです、ルプスビームライフルをレアにしたいんですと、アンコモンにまずしたいんですと、タイメガランチャの方がいいな。ハイメガ1個しか持ってない、初めてだわ。あ、いたいたいた、ハイパーメガランチ、なんでゴーストでしょ、ジャイバーズ忍者の話、ハイパーやっちまったよ、適当な、なんかどうでもいいツインソードライフル、これをやるとどうなんだ。お、枠が一つ増えたよ。じゃあこれにさらに、なんかどうでもいいあんこも、もうテストです、これテスト、意外とどうでもいいあんこもたまんないみたいな。こうやってどうなんだろうな、どうせ使わねえし、6の3になる、5だったのが6の3になる、なるほどね、上がるんだ。じゃあ 上とかけると、上とかけると上になるということですな、ね、素材にもなると、上は。おー、なるほど、また一つ賢くなった、シャシャ言えてねえし大事なところ言えてないですけど、なんか装備をちょっと、まず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 戻すないと、まずハイマイガになってる、大事なところ言えてない、一番大事なところで噛み寄った、ここは剥がれちゃう、簡単バーストあっちゃったんだけどな、ね、だからその理由で言うと、プロビデンスも上げることは可能だし、どこっていうか、こっちは待ってるし、ちょっとそこ考えましょう。いや、また時間かかるなあはっって感じ、でも余ってるかな。気に入ったのを、例えばアッガイの手はあるんですけど、もう上に上げることも可能ということですね。例えば、うん、その専用の、例えば、ね、プロビデンスだったら、あのドラグーンが必要なんですっていう人は、ダブルオークアンタも私はこれやってますけど、これを上に上げることも可能ということですね。やってみようかな、ドム、あると、オプション DPS とかあんまいらないかな、
鎧っすか。だって意外とない。ガンダムデスサイズヘブ自爆引き切りでスラスター容量あんまり上がんないね。ブリッツガンダムミラージュここじゃないんだね。頭かな。何でも自爆させ、これをやると上に上がる。まぁ、ちょっとその辺なんか探してみますか。ムーブオールフレームジェガン、ダブルオーカー、オプション装備ゲージ容量上がるのいいよね。チャリ速度が、まあ、そんなに使わないけど、あれにあるからね。今プロビデンス使ってるから、ちょっとその辺考えます。それじゃあ今回ここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。